はい、どうもこんにちは。今回は2023年に発売されましたトミカとロングトミカ新車両を一気に全種類チェックしていきます。それでは早速チェックしていきましょう。はい、続いて7月の1台目ですね。47番 EQS by メルセデス EQ、 スケールが1/68です。はい、 EQS by メルセデス EQ です。はい、黒いねボディカラーの車両ですね。こちらね、初回版もまだあるのでね、後で確認します。はい、ヘッドライトね、クリアパーツです。このヘッドライトのクリアパーツがこのグリルのところもね、一体で作られてます。で、ベントのねエンブレムついてます。で、グリルの縁ね、シルバーで縫い分けされてます。はい、こんな感じで今年ね、2車種目ですね、外国車としてはね。はい、で、このガラスのね、周り、こんな感じでシルバーでね、しっかり塗り分けされています。で、タイヤホイールはね、通常タイプ、メッキタイプですね。で、後ろこんなような感じです。テールレンズね、黒の中に赤でしっかりと塗り分けされてまして、あと、このエンブレムとかね、こう EQS とかね、書かれてます。で、ガラスパーツ部分なんですが、若干スモークが入ったようなね感じです。中は黒い成形色のようです。こんな感じ で、シャーシ面ね、こんな感じになってます。で、この車両はですね、サスペンションのねアクションないです。はい、ということで続いてね、初回版の方をチェックしていきましょう。はい、ナンバー47 EQS by メルセデス EQ、 初回特別仕様、スケールが1/68です。はい、こちら初回版の方は白いボディカラーですね。白でもあのメタリックとパールとかがないね、本当につやりの白っていう感じですね。で、タイヤホイールこんな感じです。通常タイプのメッキタイプですね。で、ここ下の部分はね、黒で塗り分けされてます。あと、このウィンドウの縁はピラの部分ブラックで、その縁ね、シルバーで塗られてます。で、正面見るとこんな感じですね。先ほども言いましたけど、このライトのねクリアパーツがこのグリルのところまで一体的についてます。で、エンブレムですね、ボンネットとグリルのところについてます。で、この辺りのね塗り分け、結構ね細かくされてますね。はい、黒とシルバーかな、そんな感じです。はい、で、右サイドで、後ろですね。で、テールレンズとかね、赤で塗り分けされてます。あと、ベンツのマークと、ここね、ちょっと白だと分かりにくいですけど、こちらもね、EQS と書かれています。はい、で、屋根の上ね、こんな感じで。で、シャーシですね。シャーシはこんな感じです。はい、こちらもね、サスペンションはついていません。ではね、もう一車種の方チェックしていきましょう。はい、ナンバー109。しまじろうシーパークシャトルバス、スケールが1/141です。はい、しまじろうシーパークバスです。バスの横にね、しまじろうがねラッピングされてて、ちょっとね楽しい感じのバスですね。こちらは、愛知県にあるラグーナテンボスというところね、あるこのしまじろうパークですか、シーパーク、そこで走ってるバスのようです。はい、ラグーナテンボスと、ね、こういったところね、ヘッドライトね、シルバーで塗り分けされてまして、縁ね、しっかり黒で塗り分けされてるのでね、かっこいい仕上がりですね。はい、で、右サイドはこのような感じ。左右でこの絵柄がね、違いますね。はい、こんな感じになってます。で、後ろね、ラグーナテンボスのマークに、ここ、テールレンズはね、赤で塗り分けされてます。で、屋根の上はね、こういった感じ。結構しっかりとね、造形されてます。はい、そしてシャーシですね。シャーシはこんな感じです。で、こちらね、サスペンションのアクションね、ついてません。はい、ね、結構、この透明パーツがね、多いのでね、中のシートなんかもね、ちょっと見にくいですけどね、確認はできます。はい、このような感じですね。それではね、次の車チェックしていきましょう。はい、続いては8月の1台目ですね。ナンバー6ですね。マツダ CX60、 スケール1/66、サスペンションのアクション付きです。はい、マツダの CX60 ですね。はい、こちらボディカラーは赤いメタリックですね。このマツダの赤はね、ほんと綺麗でかっこいいですよね。で、こういったところね、タイヤの
フェンダーというかね、ホイールアーチの部分ね、黒で塗り焼きされてます。あとこういったとこ黒ですね。あとこのピラーの部分とか、はい、こんな感じです。で正面見るとこんな感じで、ヘッドライトのとこね、シルバーでの塗り焼きですね。あとここがつながってシルバーで、グリルはね、黒にマツダのエンブレムがね入ってます。でグリルの造形もね、なかなかかっこよく仕上がってます。でホイールタイヤはね、黒い通常タイプですね。本当にマツダのね、この赤ね、綺麗です。でテールレーンのね、赤で塗られてますね。若干ボディの色とはね違うようですね。こういったマツダのマークとか、CX60 とか、こういったね、デカール類も再現されてます。はい。で、ボンネットか。まあ、内装は黒い成型色っぽいですね。あと、ガラス面は若干ね、スモークがかかったような感じになってます。はい。で、シャーシ面ね、こんな感じですね。結構造形されてますね。はい。このような感じになってます。で、あとね、サスペンションのアクションですね。はい、これはね、しっかりと効いています。ではね、続いて初回版の方もチェックしていきましょう。はい、ナンバー6、マツダ CX60 初回特別仕様スケール66分の1サスペンションのアクション付きです。はい、CX60 の初回特別仕様バージョンです。こちらは白いね、ボディカラーですね。で、白でも若干こう、粒子感のあるね、メタリックっぽいようなホワイトです。はい、白とね、黒のコントラストがね、強くて、これもね、なかなかかっこいいです。そして正面側こんな感じですね。ヘッドライトのとこシルバーですね。あとこのグリルの縁ね、シルバーで塗り焼きされてます。でグリルとマツダのエンブレムと、でね、ここもね、黒なんでね、これいいですね。であとはここのガラスの縁もね、黒で塗り焼きされてます。でテールレーンで、ね、赤で塗り焼きされてますね。先ほどよりね、よくわかりますね、形状が。で、マツダのマークとかね、CX60 とか、こういったステッカー類貼られてます。で、ボンネットから、はい、屋根ですね。そして、シャーシー、はい。このような感じで、ちゃんとね、マフラーなんかもね、ここ造形されてるのが確認できます。あとね、サスペンション。はい、このような感じですね。はい、ということでね、続いてもう一台にね、見ていきましょう。はい、続いてナンバー8ですね。日産サクラ57分の1スケールサスペンションのアクション付きです。はい、日産サクラです。はい、ボディカラーなんですけどね、これ本当に綺麗です。桜色っぽいね、こう、メタリックな感じがね、ほんとかっこいいですね。で、タイヤホイールね、黒いタイプですね。通常タイプの黒いホイールですね。この粒子感といいね、この発色がね、ほんとかっこいいです。で、ヘッドライトのとこね、こう、クリアパーツですね。このグリルまで一体でクリアパーツ採用されてます。で、中にね、こう、シルバーでこう塗られてたりしますね。はい、こんな感じで。あと、日産のエンブレム。このあたりのね、造形はね、結構、これも細かいですね。ここだけこんな感じになってます。はい。色がいいですね、はい、そして後ろこんな感じですね。日産の文字とこういったねデカール類ですね。でここねクリアパーツ でテールレンズもねここについているというね感じになってます。でボンネットから中はね黒い成型色で若干スモークがかかってます。でルーフがねつやりのねブラックですね。ツートンカラーみたいな感じになってます。で、ここもね、この桜色というかね、非常に細かいね、塗装がされてます。はい。そして、シャーシ面ね、こんな感じになってます。はい。あと、こんな感じで、サスペンションですね。はい、結構固めですけどね、しっかりと効いています。それではね、次の車ね、チェックしていきましょう。はい、9月発売の1台目52番トヨタ GR カローラスケールが63分の1サスペンションのアクション付きです。はい、 GR カローラです。ボディ色はね白ですね。ツヤありの白、メタリック感とかねないです。でタイヤホイールがスポーツタイプ、黒いホイールですね。でこのピラの部分はツヤありのブラックで塗り分けされてます。
で、サイドにもね、この GR のエンブレムがね、再現されてます。で、正面見ていきますと、このような感じ。ヘッドライトのところはシルバーでの塗り分け。で、内側になると、ここ黒になってますね。で、トヨタのエンブレム。で、グリルのところはですね、スヤリのブラックに、ここに GR のバッジがついてます。はい。そして、右サイド。はい、ここのね、GR のマークが入ってますね。そして、後ろですね。後ろこのような感じです。テールレンズね、赤で塗り分けですね。で、ここに GR とかね、カローラの文字が入ってて。あと、ここのね、ディフューザー周りのね、造形もかっこよく仕上がってます。はい。そして、ボンネットから。中はね、黒い成形色。ガラスパーツはね、結構透明度が高いです。で、屋根の上がね、素焼きしブラック。で、スポイラーね、ツヤありのブラック。結構細かく塗り分けされてて、ギアワイパーもね、再現されてます。で、シャーシ面ね、このような感じになってます。はい、かっこいいですね。で、あと、サスペンション。はい、このような感じですね。はい、こちら通常タイプで、続いてね、初回特別版見ていきましょう。はい、ナンバー52、トヨタ GR カローラ初回特別仕様、スケール63分の1、サスペンションのアクション付きです。こちら、森蔵エディションとなってます。はい、GR カローラの初回特別仕様なんですけれども、カラーリングは、マットなグレーメタリックといった感じです。タイヤホイールはスポーツタイプのブラック。で、ここの窓の縁は黒で塗り分けされています。で、フロント側を見ていきますと、このような感じですね。ヘッドライト、シルバーでの塗り分け。あと、このあたりはね、すべて黒で塗り分けされてまして、GR のバッジがついてます。あと、トヨタのエンブレム。そして、右サイドはこのような感じです。はい、そして、後ろですね。後ろはこんな感じ。テールレンズ、赤で塗り分けされてまして、この GR のね、ステッカーなどね、このあたり再現されています。はい。ディフューザーとかね、非常にかっこいいです。で、こちらなんですけれども、森蔵エディションということで、ここにね、サインが入ってます。小さいですけどね。そして、違いとしては、このリアシートレス。リアシートがこちらはついてないようです。あと、このリアのね、ワイパーもないです。はい。初回特別仕様でね、これだけなんか違いを出してきたのはね、今年これが一番じゃないかなと思います。で、シャーシね、こんな感じになってます。はい、非常にね、かっこいい一台です。で、サスペンション。前後ともしっかりと効いています。はい、ということでね、次の車チェックしていきましょう。はい、続いてはナンバー89、山岳救助車、スケール64分の1、サスペンションのアクション付きとなってます。はい、山岳救助車です。こちらはベースはトヨタハイエースですね。ハイエースのこういったね、警視庁山岳救助隊というね、特別なカラーリングバージョンです。タイヤホイールはノーマルタイプの、メッキホイールですね。で、フロント側見ていきますと、このような感じです。ヘッドライト、クリアパーツが使われてまして、グリルのシルバーで、バンパーはブラックという感じですね。ツヤ売りのブラックです。はい、そして、ここ、通常だとトヨタのね、エンブレムがありますけど、この警察のね、マークですね。はい、そして、右サイド。このような感じになってます。で、後ろですね。後ろのテールレンズもね、塗り分けされています。で、ここにもね、警視庁の文字。あ、後ろにはトヨタのエンブレムがついてます。はい。バンパーがね、ブラックですね。で、そして、屋根の上にはこの赤色灯。そして、ルーフラックがついています。結構大型のね、ルーフラック付きとなってます。で、シャーシですけれども、このような感じですね。はい。トヨタハイエースでね。ベースはこんな感じですね。で、あと、サスペンション。はい、前後ともね、しっかりと効いています。続いて、9月はロングトミカが発売されていますので、そちらチェックしていきます。はい、ナンバー136、UD トラックスクオンタンクローリーです。本体取り外し、左右稼働、側壁取り外しというアクションがついています。で、パッケージの後ろ側ね、このような感じになってます。タンク内部の構造のね、説明が書かれています。もしよかったらね、ここでちょっと一時停止してご覧ください。そしてですね、車両の説明の方はね、こちらとなっています。こちらもね、よかったら一時停止してご覧ください。はい、UD トラックスクオンのタンクローリーです。はい、非常にね、トラクターヘッドね、かっこいいです。シルバー系のね、カラーリング。そしてバンパーのこの黄色とグリルの黒がね、
コントラストがいい感じでかっこいいです。こんな感じで UD のねエンブレムがついています。そして後ろがねタンクローリーですね。で下側はねあの黒になってますけど、タンクのところはねクリアパーツが使われています。また後でねちょっとしっかり見ていきます。で後ろ側なんですけど、テールレンズね赤で受焼きされています。はい、こんな感じで、屋根の上ねこんな感じになってます。でシャーシなんですけどこういった感じですね。後ろはね一軸ですね。で、アクションの方なんですけど、本体取り外しということでこのような感じで分離できます。であとねこの後ろ見ていきますと、このタンクなんですが、中がねよく分かるようにクリアパーツで作られていましてね、これは非常になかなかいいなと思いました。でこの横ですね、横が取り外せるということで、こことここを引っ張ると結構簡単に取り外せるということです。で中はね液体が揺れないようにこういった仕切りがついているという、それが確認できます。左右ともねこれ外せます。こんな感じ、非常にねあの構造とかを知れるっていうのはねここの車両いいですよね。はい、こんな感じでまたねパチッとはめると戻せます。はい、でこんな感じですね。でまあ左右ねこうやって曲げることができるということです。はい、ということでね10月のね車両のチェックしていきましょう。はい、10月の1台目ですね、17番イスズエルフキリクシャです。サスペンションブーム伸縮上下旋回鉄輪稼働ということです。はい、キリクシャです。ベースはイスズのエルフですね。はい、まず横を見るとこんな感じです。通常のタイヤの他に、線路のね上を移動するための車輪ですね、そちらがついています。そして正面ライトの部分はシルバーでの塗り分け、グリルのところはね黒で塗り分けされています。右サイドこんな感じですね。車輪ですね、タイヤホイールがノーマルタイプのシルバーメッキのホイールです。はい、このような感じで後ろですね。はい、そして屋根の上で後ろのここはね、伸びたりね旋回したりします。はい、上はこの辺りまで上がります。でここは伸びますね、伸び縮み、あとはぐるっと回ります。はい、こんな感じでこういった感じでね作業ができます。はい、バケットはこんな感じで、あとここの鉄輪の部分ですね、鉄輪の部分もこんな感じで稼働します。こういった感じで4つともこういった感じで稼働します。で車輪を下ろすとね、車輪が降りた状態と、こんな感じに細かいですけどね細かいアクションがついています。こんな感じですね。でこんな感じで、しまえるという感じです。ではね次のもう1台ね見ていきましょう。ナンバー117、日産エクストレイルスケール63分の1サスペンションのアクション付きです。はい、日産のエクストレイルです。こちらね、新しいエクストレイルですね。色は赤系のカラーですね。で、ピラの部分ね、ブラックで塗り分けされてて、この上の部分ね、シルバーで塗り分けされています。あと、このあたりね、またここのあたりもブラックですね。で、タイヤはですね、ホイール、通常タイプ、メッキタイプのホイールですね。フロント見ていきますとこのような感じです。はい、非常に、ね、あの特徴的なフェイスですよね。でこういったところシルバーで塗り分けされたり、まあ、黒とシルバーだったりしています。で日産のエンブレムで、このグリルの縁もシルバーと、この下はまたブラックと、かなりね細かくね分かれていますね。はい、右サイド、そして後ろですね、こんな感じです。エクストレイルとか、ね、はい、こういったねガールにもねしっかりとついてます。でテールレンズねクリアパーツ使われています。ここと、まあ、テールこのゲートっていうかね、このリアウィンドウがね一体のねパーツでしょうか。はい、こんな感じですね。そしてボンネットでガラスパーツの部分は若干スモークがかかってます。内装はブラックの成型色
屋根の上のね、こういった造形もしっかりされています。アンテナとかね、リアスポイラー、はい、そしてシャーシですね、はい、こういった感じになってます。あとサスペンション、はい、こんな感じでね、しっかりとサスペンションも効いています。でこちらは通常モデルの他に初回特別仕様も出てますので、次ね初回版見ていきましょう。はい、ナンバー117日産エクストレイル初回特別仕様、スケール63分の1、サスペンションのアクション付きです。はい、エクストレイルの初回特別仕様です。こちらはボディカラーが白ですね、白い色です。はい、でここねピラの部分はブラックだったり、ここちょっとね見にくいですけどシルバーの色が入ってます。はい、かっこいいですねこちらもね。はい、正面見るとこんな感じです。はい、ライト周りとかねグリル周り綺麗にね色分けされています。はい、で右サイドと、そして後ろね、こんな感じですね。ここ若干ね赤いの分かりますね。はい、エクストレイル E パワーと、まあ、E フォースですね、新しい技術ですかね。このモーターとかねブレーキを制御して走りやすくするようなね技術みたいなんですけど、はい、技術の日産って感じですよね。あとはこの内装とかね、こんな感じですね。で、ルーフ。はい、そして、シャーシですね。はい、こんな感じです。はい、ということでね、続いてね、11月のね、新車両をチェックしていきましょう。はい、11月の1台目は23番ですね。日産 GT-R スケール62分の1、サスペンションと左右同開閉のアクション付きです。はい、日産の GT-R です。はい、こちらはブルーのメタリック系のカラーリングですね。はい、このような感じで粒子感もね見えます。あとはスポーツタイプのタイヤホイールですね。はい、このような感じ でフロント見ていきますと、ヘッドライトのところねクリアパーツが使われてます。はい、でこのリップスポイラーね、先の部分は若干こう色分けされてますね。ガンメタっぽいような色ですかね。でこの中ですね、メッシュの部分は、黒で GT-R のねバッジも再現されてます。この 上のね奥側もね細いですけど黒でしっかりと色分けされています。はい、右サイド、はい、そしてリアですね、リアテールレンズね赤で塗り分けされてまして、 GT-R のエンブレム、あと日産ね、はい、こんな感じで、でボンネットの上はこんな感じ、ここがね色分けされてます。で A ピラーがね黒ですね。で内装色は黒い成形色で、ルーフからリアスポイラー、リアスポイラーねこんな感じですね。でドア開閉のアクション付きということで、ドア開けるとこんな感じですね。はい、そして運転席側ですね、はい、このような感じになってますね。でシャーシ面、シャーシ面はこのような感じになってます。あとねサスペンション前後ともねこんな感じでしっかりと効いています。でこちらもね初回版がありますのでね、こちら見ていきましょう。はい、ナンバー23日産 GT-R 初回特別仕様、スケールが62分の1、サスペンション左右ドア開閉です。はい、 GT-R の初回特別仕様の方です。はい、カラーがね非常に特徴的ですね。これはなんか本物はミレニアムジェイドというカラーをね再現していると思うんですけれども、非常にシャンパンゴールドのような若干緑がかかったかのようなね、独特な、ね、カラーリングです。でホイールタイヤなんですけど、スポーツタイプの、リムの部分がねゴールドメッキ、そんな感じです。でヘッドライトクリアパーツで、この辺りね先ほど同様ね塗り分けされてまして、 GT-R のエンブレムがついています。はい、この辺り先端のこのスポイラーの部分なんですけどね、こちらは先ほどよりね黒が強いような気がしますね。はい、かっこいいですね、どの角度から見てもやっぱ GT-R かっこいいです。で後ろこんな感じですね、テールレンズ塗り分けされてまして、 GT-R のね、エンブレムついてます。あとここ日産のマークもね見えにくいですけどね、ちゃんとついてます。このね、あたりもかっこいいです。で、ボンネット。で、ルーフ。で、リアスポイラーと。はい。
ドアを開けるとこのような感じですね。結構ちゃんとねシートとかもねスポーツタイプな感じですね。インパネ周りとシートですね。このような感じになってます。で、シャーシね。はい、こういった感じです。はい、ということでね、もう一台ね、チェックしていきましょう。はい、11月はですね、もう一台も GTR なんですね。ナンバー60、日産 GTR。こちら、ニスモですね。スケールが62分の1。サスペンションと左右ドア開閉のアクション付きです。はい、日産 GTR のニスモバージョンです。はい、ボディカラーはこちらニスモの専用色のステルスグレーですかね。そちらを再現したカラーだと思われます。非常にね、かっこいいですよね。で、タイヤホイールなんですけど、スポーツタイプ。で、リムの部分が赤いメッキですね。で、こういったところね、すべて赤いラインが入ってます。こういったところね、塗り分けされてますね。正面見るとこんな感じです。先ほどの GTR もね、かっこいいんですけど、ニスモバージョンね、ワンランク上のかっこよさありますよね。で、ここね、ヘッドライトはクリアパーツ。このあたりね、しっかり塗り分けされています。このあたりのね、造形もね、ニスモバージョンならではですね。はい、こういった感じで、しっかりとね、赤いラインも入っててね、かっこいいです。はい、そして右サイド。このあたりもね、塗り分けされてますね。そしてリアですね。リアもね、かっこいいですよね。テールレンズのね、部分は赤で塗り分けされてまして、GTR とかね、日産のマーク、あとここニスもね、書いてあったりとか、この辺りのね、作りが全然違いますね。非常にかっこいいです。で、ここね、カーボンのボンネットをね、再現したカラーリングですね。で、ルーフもね、同様です。で、中は、黒い成形色ですね。ドアを開けますと、こういった感じです。はい、シートかっこいいですね。この、カーボン使ったね、エカロシートがね、本物は採用されてるんですけどね、それを再現してるね、感じですね。右側はこんな感じですね。はい、シートの造形もかっこいいです。そして、リアスポイラーですね。先ほどとね、違って大きなものがね、ついてます。そしてシャーシ。シャーシはこういった感じです。で、あとね、サスペンション。はい、こんな感じになってます。はい、それではね、12月ね、最後の月チェックしていきましょう。はい、12月の1台目はナンバー72、トヨタクラウン66分の1スケールサスペンションのアクション付きです。はい、トヨタクラウンです。はい。今回ね、新しいクラウンということで、デザインがね、これまでとはかなり大きく異なってますけどね、さすがトヨタというかね、かっこよくまとめてるというか、まあ今風なんでしょうね、これがトヨタの。はい。こんな感じで、色もね、非常に高級感のあるね、色ですね。かっこいいです。ちょっとね、大人な感じ。で、このあたりね、黒だったり、この縁をシルバーで塗ってたりとね、細かい色分けがね、されてますね。ここのブラックとかね。で、タイヤホイールはスポーツタイプ、シルバーメッキのリムになってます。で、ヘッドライトとかね。全然の、なんかちょっと前の車とはデザインがね、違いますね。グリルもかっこいいですし、こういったところね、細かい塗り分けもされてますし、造形もね、しっかりとされてます。そして右サイド。かっこいいですね。このプレスラインとかね、一体感があってかっこいいです。で、後ろですね、後ろもこんな感じですね。はい、こういったね、そこね、赤でちゃんと塗られてますしね、こういったところね、すべて再現されています。クラウンとか、ね、ストレートのマークもしっかり入ってます。で、この下側もね、若干こうシルバーでね、色が入っているというか、さりげない。そしてボンネット、クラウンね、王冠のマーク。で、内装は、黒い成形色っぽいですね。で、ガラスの部分は若干スモークがかかったような感じになってます。はい、で、シャーシ、はい。こんな感じで、結構これはね、しっかりと造形ね、されてますね。こういった感じで、
回とした造形がされてます。あとサスペンションですね。サスペンション前後ともしっかりと効いています。でこちらは初回版もありますので、ね、そちらチェックしていきます。はい、ナンバー72トヨタクラウン初回特別仕様66分の1スケールサスペンションのアクション付きです。はい、初回版のクラウンなんですが、こちらはね赤いボディカラーが印象的ですね。赤、若干朱色っぽいようなね雰囲気もあります。なかなかこれも高級感のある色ですね。でここね、ガラスの縁は黒でピラの部分ねの縁シルバーが塗られてます。でこの辺りがねブラックと、はい、タイヤホイールはスポーツタイプのシルバーメッキとリムがね。で正面見るとこんな感じです。ヘッドライトがねグリルの辺り非常に造形も細かいですし、塗り分けもねかなり丁寧に細かくされてます。本当この色もね赤ですけどね、高級車なんですけど、まあ、これも似合うなと思います。でテールもねこことここのコントラストですね。で黒いかなりね攻めたデザインですよね。でここは赤でねテールレンズになってます。クラウンの文字とかねトヨタのエンブレムとかこれもねここシルバーで、これもねちゃんとねデザインに意味があるんでしょうね。でボンネットがね先ほどは、ボディ同色だったんですが、こちらは黒いボンネット、そしてルーフもブラック、ツートン系のねカラーリングですね。ねこのトランクのここまでブラックという、はい、そしてシャーシね先ほども見ましたがかなりね細かくすり込み込まれています。かっこいいですね。であとサスペンションこれもしっかりとね効いてます。ということでねもう一台の方ねチェックしていきましょう。はい、12月のもう一台は93番マツダ CX-5 道路パトロールカー66分の1スケールサスペンションのアクション付きです。はい、 CX-5 の道路パトロールカーですね。黄色いボディカラーがね綺麗です。で国土交通省道路パトロールカーと書かれてます。でピラの部分ねブラックで塗り分けされてます。はい、ね、このタイヤハウスのところは黒ですね。そしてフロント見ていきますと、バンパーのところが赤白のね、おなじみのしましま柄です。で、ここね、シルバーのライト。で、グリルもね、マツダのマークが入ってまして、しっかりとね、グリルも造形されてます。そして右サイド。タイヤホイールはノーマルタイプ。メッキのホイールですね。はい、こんな感じで。で、リアも、このね、赤白のねしましまのバンパーですね。これもきっとなんか名前があるんでしょうね、このカラーリングの。はい、そしてここテールレンズ赤でね塗り分けされています。はい、マツダのマークとここね白ラインが入ってますね。そしてボンネットで内装は黒い成型色ですね。でこう屋根の上がね特徴的ですね。ここに黄色いランプがついてまして、道路巡回中接近注意のね注意書きの文字がね書かれてます。そしてシャーシこんな感じですね。 CX-5 ということで、はい、あとはサスペンションこれもねしっかりと効いています。はい、それではねラストですね。12月ねロングトミカがね残ってますので、そちらチェックしていきましょう。はい、ナンバー129イスズ L が大阪シティバススケールが82分の1です。はい、このような感じで、前後ドア開閉のアクション付きです。でパッケージの後ろなんですがこんな感じですね、写真と説明ですね。もしよかったらねここ一旦停止してね確認してください。はい、大阪シティバスです。はい、こういったね3色のカラーリングですね。前が黄緑、真ん中は白、そして後ろがね水色みたいな、そんな感じなんですね。はい、こういった感じでこの部分はみんなねステッカーがついていまして、これはね後から貼ったものです。でイグジットとか出口、大阪シティバス、大阪シティバスね、ここもね、あとエンターと入り口で左サイドねこんな辺りねステッカー貼ってます。はい、そして正面ですね、大阪シティバスということで、ここの部分と、ここねシールが貼りました。ライトの部分はシルバーで、マリフ、ね、黒で縁取りされています。はい、かっこいいですね。
ちゃんとワイパーとかもね再現されています。で結構ね中がねガラス面がね大きいのでね椅子とかもね確認できます。で右サイドね、ここの大阪シティバスのシールですね、こちら貼ってます。はい、そして後ろですけどね、後ろここの上の部分、そしてここのねマーク貼ってます。でテールレンズは赤で塗り明けされています。こんな感じで結構細かくね作られてます。で屋根の上ね、こんな感じで造形されてます。はい、そしてシャーシ面、こんな感じですね。で、先ほどもアクションですね、前の扉こんな感じでちゃんとこう蛇腹のように折りたたんでね開閉します。前はこのこう動かすと扉がね動きます。で後ろですけれども、この入り口の方ですね、後ろはここのところにちょっと引っかかるところがあるので、ここを指でピッとスライドすると開きます。こんな感じですね。でここね、なんかクリアパーツね、なんか指が入らないようになってます。でここまたスライド、こうスライドすると閉まると。こちらは下にはこのスライドするね突起はついてないです。はい、そんな感じですね。はい、ということでね、最後はねこのイスズエルガの大阪シティバスでした。はい、ということで今回は2023年に発売されました通常トミカとロングトミカ、初回版も含めてまとめてチェックしてみました。こうやってまとめて見てみると、2023年もね結構バリエーションの富んだねトミカがラインナップしましたね。今年特に印象的だったのはこの GR カローラですね、このモリゾエディション初回特別仕様のこの1台が、通常版とは内装も違ったり、こういったね細かなねワイパーがなかったりとか、結構色違いだけではなくてね中身まで違うというね、かなり凝った作りだったのがね非常にね印象的でした。あと個人的に気に入ったのはこちらですね、ホンダの FU655 ラッキーですね、この幸運機ですね。これはまあ車好きの人からしたらちょっとね人気は劣るかもしれませんが、非常に再現度が高くてですね、まあこういったねちょっと通常いつもとはねちょっと違った感じのトミカね、ほんとすごいね再現度が、通常トミカにしてはねいいなと思ってね、これねかなり今年お気に入りの1台です。あとねロングトミカも4台出たんですけど、どれもねほんとかっこよくてね、さすがロングトミカという感じですしね、またね来年2024年ねどんな車がね出てくるのか非常に楽しみです。今まだねリリースされてないね車両なんかもねきっと出てくるでしょうしね、来年もねまた引き続きねこのトミカねコレクションしていきますのでね、ぜひチャンネル登録、いいね、評価、コメントのよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。